はい、こんにちは、116インズです。今日はかなり珍しいトレードが成立しまして、なんとヤンキースとレッドソックスの間で今回トレードが成立しました。ヤンキースのアダム・オッタビーノがレッドソックスへ移籍することとなったんですが、まあ、皆さんご存知の通り、ヤンキースとレッドソックスといえば同じ地区のライバル関係にありまして、で特にファンの方々の間ではそのライバル関係強く意識されていまして、レッドソックスには負けたくない、はたまたヤンキースには負けたくないという思いは非常に強い両球団の関係ではないでしょうか。なのでそんな両球団の間でトレードが成立するのは極めて異例なことでして、前回この2チームの間でトレードが成立したのは7年前、2014年にケリー・ジョンソンとスティーブン・ドリューのトレードで成立しているとのことなんですが、まあ、随分懐かしい名前だなと思ったりもしましたし、また2014年がもう7年前なんだなというところにちょっと驚きましたけれども、それぐらい珍しいヤンキースとレッドソックスのトレードとなりました。地区制が導入されてからも6回目のことだそうで、今日はなかなか珍しいものが見られたなと思っています。で今回のトレードの背景なんですが、オッタビーノを放出したいヤンキース側の完全なるサラリーダンプのトレードとなっています。ということで今回の動画ではこのヤンキースとレッドソックスの間で成立したトレードについて話していきたいなと思います。ではこちらが今回のトレードの内容となっています。レッドソックスがヤンキースからアダム・オッタビーノと、それからプロスペクトのフランク・ジャーマン、さらにはヤンキースがオッタビーノの年俸を一部負担するという形で82万5000ドルをレッドソックスに対して送金しています。でヤンキースは後日発表戦しか、あるいは金銭を受け取る予定となっていまして、まあ、こちらはおそらく金銭になるんじゃないのかなと個人的に予想しているところです。ヤンキースはここ最近オッタビーノのトレードを模索していまして、昨日パイレーツとの間で成立したジェームソン・タイオンのトレードでも、もしかしたらパイレーツに対してこのオッタビーノの年俸を負担してもらう代わりにトレードのプロスペクトの見返りの質を上げるんじゃないかという話も出ていたくらいなんですけれども、結局オッタビーノはパイレーツへトレードされず、今回レッドソックスへ放出されるという形になりました。当チャンネルでも何回かご紹介していますが、ヤンキースは現状贅沢税の課税ラインがかなり迫っていまして、これ以上の補強をするためには贅沢税の課税ラインを超えるか、あるいは他の選手を放出して年俸削減を図らなければならない状態だったんですが、そういう背景もあってかオッタビーノのトレードに関してずっと模索していた状況でした。一方でレッドソックスはそんなヤンキースの状況を生かして、ヤンキースが放出したがっていたオッタビーノを引き取る代わりに MLB.com ヤンキース参加24位のジャーマンを合わせて獲得することができましたね。年俸を削りたいヤンキースと今年コンテンダーとして戦うにはちょっと難しいけれども、将来に向けてプロスペクトを溜め込んでおきたいレッドソックス双方の意図を感じるようなトレードでした。ここまでがトレードの全体像となるんですが、しかしオッタビーノに関してはつい先日までヤンキースの勝ちパターンの中で活躍していた選手なだけに、今回のある種厄介払いのような形で放出されてしまうのは非常に残念ですね。2018年のオフにヤンキースと3年総額2700万ドルの契約を結んで、来シーズンが3年契約の最終年、来年の年俸は契約ボーナスを含めて1100万ドルとなっているんですが、贅沢税のカウント上は900万ドルとはいえ、課税ラインが迫っているヤンキースとしては何としてでも放出しておきたい契約だったのでしょうか。オッタビーノは非常に切れ味が鋭いスライダーを一つ武器としていまして、奪三振率に関しても毎年10を超えるなど非常に三振を奪えるリリーフとして活躍してきたんですが、ただ一方でフォアボールも結構多いピッチャーですので、2019年は防御率 1.90 でしたが WHIP は 1.31、そして昨年は防御率 5.89 と成績の方が振るわず、また WHIP に関しても 1.58 とかなりランナーを出してしまいました。なのでオッタビーノは、まあ、いわゆる劇場型のリリーフピッチャーと言ってもいいような選手だとは思うんですけれども、昨年のパフォーマンスを見てヤンキースとしてはこれ以上オッタビーノに対して高い年俸を払うわけにはいかないという判断で今回彼のトレードを模索したんでしょうかね。はい、で今回ヤンキースがオッタビーノを放出することに対するメリットが2つあります。まず1つ目が単純に40人枠が1つ空いたということですね。ヤンキースは先週 DJ ラメイヒューとの契約合意が近いという報道が出て、でさらにコーリー・クルーバーと契約合意に至ったと報道されましたが、この2つの契約未だに正式発表されていないんですね。でその理由に関してはもちろん明らかになっていないんですけれども、要因の1つとしてはヤンキースの MLB の40人枠に空きが全くないというところが1つ理由としてあるんじゃないのかなと思っています。昨日ヤンキースはパイレーツとのトレードで40人枠に入っているプロスペクトを2人放出しましたが、ただそこにタイオンが入ってきましたので、パイレーツとのトレードで空いた40人枠は実質1つ、もう1つ空けないと
このラメイヒューとクルーバー2人とも40人枠に登録することができないんですが、今回オッタビーノを放出しましたので40人枠の空きが2つとなり、ラメイヒューそれからクルーバーを40人枠に追加することが物理的に可能となりました。なので別の要因がない限り、さすがにこのラメイヒューとクルーバーの契約に関しては近いうちに正式発表されると思っているんですが、これがまず今回のトレードのメリットの一つ目かなと思っています。そして2つ目は金銭面で再補強が可能となりましたので、ブレットガードナーの残留の可能性が出てきました。今回のオッタビーノのトレードでヤンキースは年俸負担分との相殺でだいたい800万ドルぐらい浮いたんですが、これでガードナーとの再契約が可能となりました。ヤンキースはこのオフガードナーの1000万ドルのオプションを破棄してガードナーは FA となっていたんですけれども、一方でヤンキースの外野陣はアーロン・ジャッジ、ジャンカルロ・スタントン、それからアーロン・ヒックスといった外野手に怪我のリスクが高い選手たちが非常に多いですので、毎年コンスタントに140試合以上に出場してきたガードナーがバックアップにいれば、それはすごく頼もしいですよね。実際このオッタビーノのトレードの直後、ヤンキースがガードナーと交渉再開したという報道が出ていましたので、今回浮いた800万ドルのお金はおそらくその大半はガードナーの残留資金に使われるのではないかと考えています。ガードナーは昨年打率が2割2分3厘とお世辞にもいいシーズンとは言えなかったんですけれども、ただ OPS は7割4分7厘残しましたし、単年契約で年俸500万ドル600万ドルぐらいだったらそんなに悪くないんじゃないのかなと思っています。ここまでがヤンキース側の視点の話なんですが、続いてはレッドソックス側の視点からも話していきたいなと思います。冒頭レッドソックスはヤンキースが置かれた立場をうまく生かしたという話しましたけれども、実際その通りでオッタビーノを引き取ったことでプロスペクトを1人獲得することができましたし、またオッタビーノ自身来季バウンスバックする可能性も十分あるんじゃないかと言われています。実際レッドソックスの編成トップのハイム・ブルームも今回のオッタビーノのトレードに関して、実は昨年もそこまで悪いパフォーマンスではなかったという話をしていまして、というのも昨年のオッタビーノ9月7日のブルージェイズ戦でワンアウトも奪えず6失点した試合がどうもあったらしいんですよね。この試合がなければ防御率の見栄えも例年並みになっていたはずでしょうし、レッドソックスも来季ブルペンの中で活躍してくれることを十分見込んでの今回のトレードだったそうです。レッドソックスはおそらく来季はコンテンダーとして戦わないとは思うんですが、オッタビーノ自身ほんの2年前にヤンキースの勝ちパターンの中で活躍した選手で、来シーズンレッドソックスの勝ちパターンの中でしっかり役割を果たしていけば、もしかしたら夏場にコンテンダーへのトレードも十分あるんじゃないかと思われます。そうすればレッドソックスはオッタビーノのトレードでさらにプロスペクトをゲットすることができますので、800万ドルを負担するだけで複数のプロスペクトをゲットできる、まあ、ある意味お金でプロスペクトを買うようなチャンスを今回レッドソックスは得たのかなと思いますね。資金力がある程度あって、ただ未来に向けてチームの立て直しを進めなければいけない現状のレッドソックスにとっては、お金という強みを生かしてマイナーのデプスを確保、あるいは確保するチャンスを今回のトレードで得たのは賢明な判断なのかなと思いました。ということで、ライバルチーム同士が協力し合った今回のトレードでしたが、双方のチームにとってメリットがありましたよね。ヤンキースはまず先日のラメイヒューとそれからクルーバーの契約が他に問題がなければこれで正式発表できそうな段階となりましたし、またオッタビーノの年俸が浮きましたのでガードナーとの再契約など再補強が今回可能となりましたね。で、一方でレッドソックスはオッタビーノを引き取る代わりにプロスペクトを1人確実にゲットすることができましたし、またもしオッタビーノがバウンスバックすれば夏場にさらに多くのプロスペクトをゲットできるチャンスを今回得ることができました。ヤンキースは来季もコンテンダーで、レッドソックスはおそらく来季コンテンダーとして戦うのは難しいと思うんですけれども、まあ、両チームの置かれた立場が違うからこそ今回のトレードが成立したんだと思いますが、双方のチームにとって今回のトレードが良いトレードとなるといいですね。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録と、また動画が面白ければぜひ高評価もいただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。